大丈夫。炎よ、下がってるわ。注意して。王者の魂はここに。あれ、メディカだったか。ちょっと強すぎるかな。これが優雅で全然熱。こっち。そしていて。おむら。優雅が逃走状態も。攻撃力が頼りにしてる。助かったわ。すまない。加減はしない。燃えろ。攻撃力だいぶ下がってるよ。使わないと意味ないもん。まさか。攻撃力が少ない。忘れないで。残ったらこっちのもんだな。乾杯ね。あなたたちの覚悟見せてもらったわ。信徒の票もらえんかな。力がついたな。これでまた一つ。おお、拙者もまだ強くなれるか。力がついた感じがする。私成長してる。見事ね。滅亡戦争のドラゴンさえも退ける力見せてもらったわ。レラ殿下のためなすべきことをさせてもらう。すまないが依存はないな。けど話は。私が魔法をかけた信徒たちのことなら心配いらないわ。あれは支配の術じゃない。とっくに正気に戻っている頃よ。でもその命もらい受ける。話す時間はもう少し。事情を聞いてからにしよう。姉さん、ちゃんと話して。あの日あったこと全部。12歳だったの。冷静に人なんか殺せるはずない。そうだよな。混乱して無我夢中で呪いをかけて。12歳に偉そうとしたジジイどもだよな。あなたよく夢を語ってくれたわね。この国のすべての人に歌を届ける歌手になりたいって。自分は歌で運命を変えてきた。ニディアの自分にとって歌だけが偽りのないものだって。シグナスの家に生まれた私にはそんなあなたがとても眩しく見えた。あなたに夢を見たの。やめて今そんな話。私姉さんに何も。あなたは自由の象徴だった。失いたくなかった。だからあの日私は。王子殿下を殺害。フォー殿下、お気は確かですか。シグナスの一族が長年高官に取り立てられているわけはお前も知っていよ。この類の仕事は一族の皆がしてきたこと。お前の父親もしかりだ。しかし王族を手にかけるなどそんな大それたこと。あの時羽隠してたんかね。王が連れてきた汚らわしい烙印。このままではエルダの血を引くあやつを次の王と仰ぐことになるのだぞ。おまけに近頃別の厄介者まで首をもたげ始めた。それがルイかな。ルイとかいう聖教にまるで敬意を持たぬ青二歳が急激に名を上げ、今や将軍に押す声すら出始める始末だ。この上は烙印の子を討ち、
その咎を類に着せることで双方をまとめて退けるほかない。だが類の仕業に見せかけるには魔力に長け、かつ少年の類に背格好の近いものが必要なのだ。賢いお前ならわかるであろう。王の心は弱り、もはや連合王国を束ねる覇気はない。あの様子では遠からず玉座を手放すことになろう。国が乱れかねん今こそ聖教の意向が必要だ。聖教を崇めぬ者など排除しなければ国の形が持たぬ。ですが王子殿下には何の罪も。こんな非道許されるはずが。お前には血のつながらぬ妹がいたな。器量よしでなかなかの美声の持ち主ではないか。ジュナに何を。レラよ、お前もいずれは一族を継ぐ定め。身内に余計な矜持など起こしたくはあるまい。それとも今宵の判断の誤りを生涯悔いて生きていくか。12歳じゃ勝てねえな。大人でも無理だもんな。シグナスは汚れた名家、両親は権威にへつらい、魔法の腕前でしか人の価値を測ろうとしない。ずっと失望の中で生きてきたわ。そんな中に現れたあなたは私の生きる希望、本当に命よりも大切な存在だった。姉さん、せめてあなたを守りたかったの。結局こんな守り方しかできなかったけど。なるほど、聖女レラ、あなたに感じていた騎士感、独特なマグラを持つわけがようやくわかりました。あなたは昔の私と同じ死ぬつもりで生きてきた人。あなたたちがルイの設計図を持って現れた時は心臓が止まるほど驚いた。いつか誰かが聞きに来るかもと考えてはいたけど、まさかそれがジュナだなんて。運命がついに報いを運んできたんだと思ったわ。だからあれ以来あなたにずっと注目してた。失われた秘宝、アーキタイプを持つ候補の活躍に、あなたなら私が望む力を持った存在になれるかもしれない。それをこの目で見極めたいと思ったから。あなたが望む力。ルイはあなたが思っている以上に危険だわ。あの男の望みが単に王になることだとは私にはどうしても思えない。殿下襲撃の後、疑いがかかったルイを調べるために一度だけ直に手に触れてマグラの流れを深く読んだことがあるの。忘れもしない、異常なほどの迷いのなさ。魔力が見えたというより全く揺らぎのない鮮明な絵が頭に流れ込んでくるみたいだったわ。国中にあふれる人間、正気を保てず逃げ惑う人々。あれがおそらく人間の存在もまだ謎だよな。お城や玉座なんて、あと多分旧世界だと思うけど、とのつながり。人間であふれかえる世界、どういうことだ。奴はむしろ人間を討伐して回っているはず。詳しくはわからない。でもルイは10年前から一切変わりなく同じマグラをまとい続けているわ。王になればきっと現実になる。そういうことか。王子を救うために自分がたやすく死ねば
もう誰もルイを止められないかもしれない。だからドラゴンまで呼び出して試したんだな。俺たちが世界を、弱い者たちの国を守れるのかどうか。あなたたちは十分に力を示した。これで願いを託せる。もう思い残すことはなくなったわ。他に方法ないのか、姉さん。じゃあ最後の仕上げに、真実を知るべき人たちに事のすべてを打ち明けるとしましょう。どうするの？アルタベリーに集う大勢の信徒に私の言葉を届けます。そのための下準備を演説した時に済ませました。演説に混ぜていたあの魔法、信徒の意識を自分と同調させるようなことをした本当の理由はこのため？あとはこの神器の力で魔法を少し強めてやれば、アルタベリーまで言葉が届くでしょう。信徒の皆さん、聞こえますか？脳内に直接。なんだ、頭に声が。声？俺には何も聞こえないが。驚かせるようなことをしてごめんなさい。私はレラ・シグナス。魔法で信徒の皆さんの心に直接語りかけています。聖女レラ様か。まさか町中の信徒に聞こえてるのか。たまげた、なんて魔法だ。王子であると名乗った少年の候補、私は彼の真実を確かめるためあえて戦いに臨みました。そして今確信を得ました。それ言うの？そこぼやかしててもよかったんちゃう？まごうことなき真の王子殿下であらせられます。今こそ皆さんに明かさねばなりません。かつて亡くなったはずの殿下、その襲撃についての真相を。殿下の暗殺を企んだのは噂の通り大教主ポーデンです。聖教の力を高め王の座を奪うための蛮行でした。私がそう言い切れるのは、私こそがその資格、殿下を呪った魔術師だからです。え、いや待ってよ、これこのままレラが死んだら王子殿下復活するよね。そしたらこの少年王子じゃなくなるから大混乱ちゃう。しかし幸い殿下は秘密裏にお城を逃れ、長年の呪いに耐えて今もここに存命しておられます。本当にポーデン様が死亡者だったの？何を信じたらいいの？ああ神よ、信徒たちよ、こんなものまやかしだ、耳を貸すな。レラめ、こんなやり方で暴露されては止めようがないではないか。フォーデンはすでに行いの報いを受けました。そして私ももう皆さんの前に現れることはありません。罪の巣窟となり下がり、長年国にあだなした代償として、大人とポーデンと同じ場所に向かうでしょう。ですが信徒の皆さん、
不安に怯える必要はありません。王子殿下とお手合わせしたことで私は確信しました。殿下ならば我ら迷える弱き者たちを力強く認めと守るためにルイと戦ってくださるでしょう。信徒の皆さんが信じれば正しき王のもとで暮らせる国となるでしょう。そうなるように心から祈っています。レラ様、あんた最初からクソ、俺ものんきにただの工事人やってられねえな。私が信じた聖教とは何だったんだ。これからはギート、まさか生き残るのか。何を頼りにか。聖教を守っていたつもりが支えを失った途端動けんとは。私もレラの言う弱き者か。なんとか他の方法ないのか。ジュナ、ごめんね。仮死状態とか無理か。守ったつもりだったのに結局一番辛い思いをさせちゃうわね。姉さん、ねえ教えてよ。私どうしたらいい。バジリオ、教えてよ。どうしたらいいの。ジュナさん、信徒たちもきっと悲しむでしょうね。聖女様がいるって安心したばっかりなのに、こんな。本当はあまりあなたに見せたくなかったけど、ジュナ、ご覧なさい。私の命は呪いに蝕まれていて残りわずか。この後に及んで殺してもらおうなんて虫が良すぎたわね。ジュナのこと、この国のこと頼むわね。どの道っていう話か。ありがとう、ジュナ。一秒だって人生を他人に任せない。私もそんな風に生きてみたかった。これからも私の憧れたあなたでいてね。でも、もう少しだけ生きていかたかった。方法ないんか。仮死状態になってないか。え、この時々うってなるのは何なんだ。で大丈夫なんてことはないか。
何やってんだ俺は。いやーけどこればっかりは昔に始まったことであって現在頑張ってどうこうできんかったよな。兄貴ん時みてえなことジュナさんには味合わせたくねえってずっと思ってたのによ。ただ償いに逃げたかったわけじゃない。守りたいという願いも彼女の本音だったんだ。そうだな。何しろ家族と聖教に帰依する人々を命を投げ打ってまで守ろうとしたんだ。まさしく信じる者を助け導かんとする者、聖教ではなく聖教信徒の守護者、真に教えを守りし者だ。信徒の方々の多くはきっと今後も彼女を聖女と呼び続けるような気がします。できれば生きて見届けてほしかったです。本当よね。頭でっかちで小理性で変人でも誰かのために全てを捨てて献身的になれる人、汚れた一族の庭にたった一輪だけ咲いた光の花、そんなあなただから私は大好きだったのよ、レナ。託された使命を果たそう。そうね。こんな時泣いてるだけなんて私が私を許せないわ。姉さんが託してくれたものはルイの真実だけじゃない。聖教の信徒が推す候補者は王子殿下にあなたになったってことよ。確かにな。目覚めた王子はどうすんの。それでもお主は間もなくルイに次ぐ第二位の座に躍り出るだろうな。レラ様に救ってもらったこの命、俺も最後まで燃やし尽くすつもりだ。やってやろうぜ。呪ったのが聖女レラ様、しかも罪の贖いにお命を。まあ仮に生きて戻られたとしても王族殺しを企んだのではどの道死罪。ああもう何を信じればいいのだ。それより聞いたか王子、本物らしいじゃねえか。生き延びてたんだってな。王様の本当の子供がルイを撃つために表に出てきたってことだろ。面白い。これは押すしかないぜ。こいつらけど前王の時代でもダメだったんだよね。それなのに今の王子を押せるのか。皆さん、しばしお耳をお貸ししていただきたい。実は我々は事前にことづてを預かっております。ルイ候補からの書簡です。正直これを皆さんに読み聞かせるべきなのか迷ったのですが、我ら公事人も職責を果たそうということになりました。これが読まれているならばレラは死に、王子を名乗る少年が勝ち残ったということだ。もはや玉座に手が届くだけの指示を得た者は私と少年だけであろう。他のすべての無名なる者よ、敗北を受け入れ矛を収めよ。無意味に噛みついてくれば無意味に命を散らすであろう。このルイか少年か、
王冠を受けるのは二人に一人だ。これつまり果たし状って意味じゃないか。なれば前王の定めし期日を待つまでもない。どちらが王にふさわしいか白黒つけようではないか。マリアと来たる9月の24日私は王都の大聖堂前にて一騎打ちを提案する。歌劇場で交わした戦いと同じく獲物も頭数も好きにせよ。束ねる力もまた器、この類がもろともに打ち砕いてみせよう。以上が類候補の所感となります。チッキー、やっぱり決闘だ。ルイなんかが上に立ったら大変だ。王子様を応援するぞ。ルイ様が最強よ。自称王子なんで血祭りにあげちゃえばいいわ。町娘、ルイって人に勝ったら王様になれるの？王様か。うちの人が前に言ってたっけね、撃とうとすれば撃たれる覚悟も必要になる。ファビアンヌ、久しぶりに見たけど美しいな。玉座を狙ってる男に挑めば玉座への道を背負わされるってことかね。とにかく生きて戻りなよ。私らの望みはそれだけさ。バカなレラミ、聖教ではなくあの小僧を立てる形で死ぬ。ジジどもの手に乗らんかったのはよかったな。あやつ、ここでは昇進なふりをして初めから裏切る気だったのか。まだだ。腕利きを集め、レラのさらなる後釜として立候補。さて、今さら勝てる見込みはあるでしょうか。レラに勝るほどに人心をつかめる者などどなたかお心当たりが。聞けば総兵団長の義堂もこの戦いから降りるとか。聖教から次の王を出す道はもはや断たれたのです。なら我々はこの先どうする？ルイと少年、どちらが勝っても我らの地位が崩されぬよう今のうちから手を打っておくべきでしょう。まあ本当はそうなんだけど、もうダメだろうな。魔導騎将会はなんとかなるかもしらんけど、王座につくようなら地位どころか我らを処刑することもあり得るか。泥臭くとも考えるのです。元より醜悪な所業ばかりの我々でしょう。自分たちのこと分かってるだけこいつはまだまともか。いいよる。だがその通りだ。モンタリオはどこだっけ？最後まで生き残るための方策を。まだまだ暗躍するかな。なるほどな。事情は分かった。ようやっと王子殿下を救えたのは大金星だが、運命ってのは甘くねえな。お前さん、もう大丈夫なのか？ええ、もう落ち着いたわ。ごめんなさい、嘘言った。けど、いつも通りで結構よ。託されたんだから。もう弱音なんて吐いてられないの。私のやるべきことをやるだけよ。そうか、わかった。けどな、今すぐ殿下の居場所へ駆けつけるってのはよした方がいいな。ああ、ルイもそう呼んで目を光らせているだろう。ここはこらえて奴との対決に。もう先手を打たれたみてえだ。実はさっき例のバトリンって工事人が電書の砦で急ぎの知らせをよこした。ルイのやつ、果たし状を叩きつけてきやがったらしい。9月24日、王都の大聖堂にて待つとさ。これで終わりなんかな。今度こそ大勢の見てる前で白黒つけようってか。向こうも準備してくんなら、いよいよ奥の手を出してきやがるかな。奥の手？ルイは人間をただぼさっと借り回ってるわけじゃねえ。奴らの力とか正体について、ずっと研究を重ねてきた。こいつは噂だが、
何か得体の知れないやべえ魔法を作り出したって話を聞いたことがある。得体の知れない魔法？眉唾って思ってたけどよ、実際てめえ自身がアーキタイプなんてもんを得た今となっちゃ嘘とも言い切れねえ。確かにな、前の戦いでは手負いにした上に不意までついて、それでも紙一重だった。万全の類に勝ったとは到底言えない。同じ相手と思っていたら負ける。厳しい戦いが続くが、気を引き締めていくぞ。ルイの指定した期日までまだ時間はある。抜かりなく準備しておこう。この町の周りのクエストからなんからをやるんかね。休みましょう。なあ、別の脅しの材料作られただけだろうな。おやすみ。久しぶり。モアのことちょっと忘れ気味。ルイ倒した後モア戦ある可能性あるよな。ああ、すまない。以前僕が閉じ込められた身だと言ったことを覚えているかい？自分が今世界のどこにいるのか僕は知らない。連れてこられた経緯も思い出せない。でも君らは世界中を旅して回る身だ。行方を見守っていれば何か掴めるかもしれないと思っていた。そうか、魔法学院かもってこと？弾圧で閉鎖されて雪に閉ざされたまんまの誰も近寄らない学院、知識の殿堂。ああ、しかもそれだけじゃない。わずかだが記憶の奥底にあるんだ。僕はかつて魔法学院の設立に関わったことがある。それもう決まりなんじゃない？ところがだ、そう簡単でもないらしい。あそこで君らに何があったかは見ていた。氷のドラゴン、神器、聖女が人々に放った魔法。あれがもしすぐ近くで起きていたことなら、この僕が感じ取れなかったはずがない。しかし何の気配もなかった。まるで時が止まったように物音一つない。物質世界じゃないんじゃないか。魔法学院とは別の場所かもってこと？別の場所というか、もしかすると僕は、僕がアーキタイプの解明に執着していること、君と出会ったこと、今この国で起きていること、もしかすると全てはつながっているのかもしれない。アーキタイプの追求こそが君にとって、そして僕にとっても真実への道しるべ、そんな気がする。どのみち君らも
あのルイを相手にこれから一層力がものを言う場面が増えていくはずだ。いろんな謎は当然解けてほしいけども、全部解けたらこの新規 IP の2とか3とかどうするんだ問題もあるような。引き続き協力は惜しまない。力の先で君らが成し遂げる理想を僕に見せてくれ。期待しているよ。神王が決する日にまた一日近づく。せっかくこんだけ世界観作り上げてんだから、2とか3とかでもいいよな。全然日にちねえな。あと10日か。あよし。それからけど、商売に使うような量、大丈夫か？頑張りましょう。めちゃめちゃ近かった。村か。やってあげようよ。ラボレス、さえあなた、はあ、凱旋者だ。おい、 いや別にやってもええんだけど。さて、さあ、まあ、どこだ？右手だよな、あった。あまり信用してもらえてないのか。それはなんだ。
さて、ランクはもっと上がるんだろうか。あそこに握手あるよ。行こう。賞金首だよな。ユーファだったか。どうする？ユーファマリア、キャゼリナどこにおるんだ？そしたら。風分野は行きましょう。宿屋じゃないか。あったあった。あ、女性だ。損はさせないよ。ルイのことまで。来たか。あの下の町の先にあると思ってるんだけど、用事が。金がねえな、まあ、全然戦ってないから。金首はどこだ？ナレモアだろう？占い。あれは歌劇場だな。
さん。情報だろうな、読みづらいな。来たか。でも。なるほどね。期待してるぜ。やろう。南に行く用事が。村とラブレスしかない。そこか。ここ。これは？これは？三つか今んとこやること。どこにしようか。さて、もう一回風分屋のとこ行くか。行こう。全部話しつけておきたいんだけど、ちょっと分かりやすく追ってくれんかな。あとロキだっけ、あの B のやつ。あのまだ覚えてないよな。まっとこもポイズンアローぐらいか。おい、どうしたもんか。いいな。よっと。ロキからキャゼリナはどこにおるんだ。キャセリナ全然見てないよな。おるんだろうか。さて、どうすべきか。なあ、さて、
行こう。ここ見たよな。何もできんの？さて、よっ、薬草を渡したり今までしてきたじゃねえか。ん？いきなり外戦車来た。まあ、そうしたらどこに行くか決めようか。どうしようか。結局この南に。なるほど。こっちに行くの。今ここだね。てっきりこの先にまたクエスト出るかと思ってたのに。そしたらまあこれかこれかどう。そこは。まあどっちもやから1日で行けて、全部晴れだな。で、これがあれか。とにかくこれがあれだな。この2つが先頭でこっちが弱いからこっちから行くか。出るからな、もう一気にしまうか。炎は効かんやつがどうとかこうとかがちょっと気になるけど、うん、まずこいつと戦闘だ。どうしようか。そこは行くぞ。そこならよし、行くか。何しようか。よし、この合間でも。いや、なあ、ありがとう。これで終わりか。一個手前だっけか。特務騎士団から報告があった。ローダンテがチカローに幽閉されたそうだ。王都の混乱もひとまず収まるはずだ。一見落着だな。君のおかげだ。だがこれで終わりじゃない。前に話したけど、騎士は誓いに従う存在だと。王がいない今、騎士団は誓いを失ったも同然だ。拠り所をなくした武力は簡単に暴走する。
騎士団がこのまま権力争いと保身に走るなら、第2第3のローダンテがきっと現れる。王子殿下が王にならなくても、真の意味での騎士団の再興はないだろう。負けられない理由が増えたな。そのようだ。必ずルイに勝って国の未来を取り返すぞ。ローダンテとの決闘で、私は昔の自分との違いを示すことができた。私を変えたのはこれまでの旅路だ。君が私を生まれ変わらせてくれた。私の力はもう劣等感を隠す道具じゃない。胸に宿る信念によって道を示すものだ。だから今改めて誓う。この力は君のために使うと。王子殿下と別れた時どうするんだ。これでもいいと思ってる。頼りにしてるよ、キュルケンベルグ。君は進むことだけ考えればいい。そのためならこの命に変えても。忠誠熱き騎士キュルケンベルグ、騎士の美徳をなお強く抱き続ける。彼女と共にもたらされた新たな力があなた自身の宿命を必ず果たすのです。この謎の声は謎だよな。国を、未来を守ってみせる。高確率でか。報告をもらった時、あの特務の団員に言われたんだ。あなたのような真の騎士になりたいと、自分を誇らしいと思える日が来るなんて。これからも騎士として、友として、どんな時でもそばにいるから、よろしくな。これはもう変わらんもんな。なあ、外見たか？あれは景色かな。行く手に広がるのは秋と冬の交点。魔法の影響により通年で秋と冬の両方が見られる土地である。季節を固定するほどの強力な魔力に導かれたのか、凱旋者は実り豊かな木々の前に足を止めるのだった。